本日紹介するのは、女優の小池里奈さん。生年月日は、1993年9月3日生まれ、身長が156センチ、栃木県出身です。小池里奈さんは、栃木県小山市出身、小学3年生の大晦日。家族で出かけた新宿で、ベリーベリープロダクションにスカウトされます。2004年、美少女戦士セーラームーンの、 ルナ役でデビューします。同年1枚目の DVD でお兄ちゃんと一緒発表した。2006年から2007年9月2日までジュニアニュースの MC を担当します。また、テレビドラマクイタンに出演して以降女優としての活動が増えるようになった。2009年4月、その日本大学高等学校に入学、同年10月、 地元の小山市より、小山表情、ふるさと大使に任命される、また、アジア大学に入学し、2016年に卒業。2017年8月に放送された、ドラマの出演を最後に、ツイッターの更新が止まり、2018年10月、ニュージーランドへの留学、オーストラリアでのワーキングホリデーを経て、約2年ぶりに、 芸能活動に復帰することを都内で行われた会見で明らかにした。また、週刊プレイボーイ2019年2月号でグラビア活動に復帰します。2023年4月約20年在籍したベリーベリープロダクションを離れたことを明らかにします。地元、PR の活動は継続するが、しばらくは芸能活動をする予定はないと言っているそうです。 今後、小池里奈さんが活躍されるよう、応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、グラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。